皆さんこんにちは。おうちのソムリエ、ホムリエ講座です。今日の宅飲み一品一本は今が旬のアサリです。これを使って簡単なボンゴレを作りたいと思います。そして合わせるワインは南イタリアで古くから作られている品種フィアーノ。あんまり馴染みがないかもしれませんが、南イタリアの太陽をたっぷり受けた果実感があって、酸は穏やかな感じのワインです。きっとこの貝類とかの旨味とは合うんじゃないかなと思って、こちらで合わせてみたいと思います。今日はボンゴレとフィアノで一品一本やってみたいと思います。じゃあボンゴレで用意するものは簡単です。まあニンニク好みなんですけれども、芽を取った方がこう辛くない。私あんまり辛いのが苦手なんですよね。で、唐辛子は絶対種で食べちゃいけません。すごい辛いから取っちゃいます。で、私は食べる時にもちょっとね、出したいので大きめに切って香りだけ出したら、これはあまり食べないようにしてます。そしてパセリ、これくらいで十分です。これ刻むとちょうどこれくらいの分量になります。そしてオリーブオイルをたっぷり入れた方がいいので、今これに1杯分ぐらいなんだけれども、足りなければ後から足してください。味付けはさっきのワイン、飲みながら作りながらお料理にも使えます。あとお塩とパスタ、アサリはしっかりとお塩で洗わないと、何度か洗わないと結構、なんていうの、砂とかね、周りのなんか海藻苔みたいなのも結構出てきますので、透明になるまでしっかりと洗ってます。じゃあこれただ炒めていきます。たっぷりのオリーブオイルにニンニクと唐辛子をまず入れて、十分に香りが出たら一旦唐辛子とニンニクは取り出しています。そして少し中火にしてアサリを炒めていきます。アサリの貝がちょっと開き出したら、さっきのフィアーノをたっぷりと入れます。ここであまり火を強くしすぎちゃうとアサリの身が固くなってしまいますので、あまり強火ではなく中火ぐらいでアサリをじっくりとこう、まあ炒めていくという感じでしょうか。そうすることでアサリ貝からの旨味がしっかりとワインとオリーブオイルの中に溶け込んできます。しばらく蓋をして、スープが少し今3分の2ぐらいになるまで様子を見ます。その間にパスタを茹でます。パスタを1分ほど早めにザルにあげます。そしてスープの中に入れます。今ニンニクと唐辛子もさっき置けていたものを戻しました。十分にこの麺があと1分、このアサリのスープを吸ってくれるようによく混ぜます。はい、出来上がりました。ポイントはパスタを茹でる時間をちょっと短くして、ワインは多めに入れて、もう一回スープの中に入れて混ぜ合わせてる間に火がちゃんと通っていくっていう感じでしょうか。最初にオリーブオイルを炒めるときにニンニクと唐辛子でしっかりと香り付けをしたら、一回出しておいてアサリを投入、また最後にそのニンニクと唐辛子はまた戻してます。何もいらない、魚介のスープがしっかりと染み込んでてとても美味しいです。フィアーノは、ちょっとねナッティーなナッツの感じがあって、なんだろうな、ちょっと乾燥ハーブのような雰囲気もあります。こういった魚介のパスタなんかの時にはあまり酸味の強いワインとか
樽の効きすぎてるワインより私はこういう果実感があるちょっとねカジュアルな価格でいいと思うんですよね。と南の地方の、そのままブドウ本来の味わいが出るようなワインを選ばれたらどうかなと思います。今日は南イタリアのフィアーノで合わせてみました。ボンゴレのパスタでした。もう一回ボナペティ。